こんにちは、ひろかです。なんと私、3週間連続でフルマラソン完走できました。イエイ。大阪、東京、名古屋と3週連続で都市型のマラソンを走りまして、今疲労困憊の状態なんですけれども、この動画では実際に3週連続でフルマラソンを走ってみてどうだったかっていうところと、あとは来年都市型のマラソンに出たいなっていうふうに思っている方もたくさんいると思うので、都市型のマラソンの魅力であったりとか感想をお伝えできたらなと思います。まあその前にですね、ちょっと見ていただきたいものがありまして、こちらがですね、まずもらったメダルたちになります。これが大阪で、これが東京ですね。しっかりとこうやってメダルをもらうことができて、あとは名古屋だと、この見てください、ティファニーですよ。ティファニーのペンダントをなんと完走したら絶対にもらうことができるっていう、超絶豪華な、もう女性だったら絶対に出るべきマラソンなんですけれども、ということでこの豪華なね、完走賞みたいな形でもらうことができました。そもそもなぜ3週連続で走ることになったかっていうところなんですが、当たっちゃったんです。まさかの3つともっていうね。大阪がまず最初に走ることが決定して、でその後絶対に当たらないと思っていた東京がまさかの当たりまして、でその後に名古屋も当たりました。実は去年も3週連続で走るような状況ではあったんです。出走権は全部持っていて、ただ大阪がコロナの影響で一般ランナーが走れないっていうのと、名古屋がねどうしても仕事の都合で現地に行けないってなってオンラインに移行したんですね。なので昨年は出走権連続で持ってはいたものの、東京だけ走るということで、今年せっかく全部当たったなら去年できなかったこと今年やろうっていう思いで無謀なチャレンジをしてみました。実際に3週連続走ってみてどうだったかっていうと、もう本当に本当に疲れます。絶対におすすめしないので本当にやめた方がいいですっていうのが率直な感想というかお伝えしたいことですね。なんかやっぱり精神的にも、今週走ってもまた1週間後にあるのかっていう、ちょっとうつうつとした気持ちもありつつ、ただやっぱり前日エキスポ行ったりとか、あと当日のマラソンスタート前とかなるとすごくお祭り感があって、めちゃくちゃワクワクするっていう形で、もう気持ちの振れ幅がめちゃくちゃ1週間で下に振れたり上に振れたりみたいな感じでありました。そして3週連続で走ることで体にどういう疲労ですとか症状が現れたのかっていうところですが、まず膝の痛みが取れません。大阪走った時からなんですが、膝のね違和感痛みは感じていて、平日で回復したかなって思いきや、今度また東京で膝痛くて後半本当に走れないみたいな感じになって、その翌週1週間はやっぱり膝の痛みっていうのが若干抜けないなと思いつつ、名古屋の前は結構しっかり休んだのである程度痛み抜けたかなって思ったんですけど、やっぱり走ってみると徐々に後半すごい痛みが出てきたりとかっていうのがありましたっていうのと、あとやっぱり疲労が本当に抜けないですね。いくら1週間間が空いて全く走ったりとか運動しなかったんですけれども、あと結構寝ましたし、でも自分的には疲労が抜けたなと思ってフルマラソンに挑んでも、走ってるうちにあれなんかいつもとやっぱ調子違うなっていう風に思うんですね。特に名古屋に関しては前半暑かったのもあって、体がなんか目覚めていないというか、すごくだるくて眠いなって状態でこう走りつつも、あとはその暑さにやられてすごい気持ち悪くなったりとか、気分がめちゃくちゃ悪くなって、結構途中リタイアも考えるくらい体に結構ダメージがあったなっていう風に思っています。あとですね、3週連続走ると何を食べても太らないだろうっていう風に思うんですけど、もちろん太りませんでしたし、まあかといって痩せもしなかったんですけれども、あの食欲が湧かないんですね。もう胃腸にやっぱり負担がかかるのか、すごく常に胃が重いような感じで、あまりまずこってりしたものはそんなに食べたくないなって思ったり、あとは食べてもすぐお腹壊しちゃったりとかっていうのがあって、まあ相当やっぱり胃腸にもすごく負担がかかっていたんだなっていうふうに思ったのと、あと肌荒れが発生しました。ちょっとニキビみたいなのができたりとか、まあその見えないところでのダメージっていうのがすごく大きかったんだなっていうのは改めて感じました。体重の変化なんですが、先ほどあまり変わらなかったって伝えたんですけれども、体脂肪は 1-2% くらい減りました。細かい数値を見ると皮下脂肪が減っていて、ある程度その脂肪は落ちたのかなというのと、
あと多分筋肉が若干筋肉痛もあったので筋肉量が若干アップして体重的にはトントン、ただ体脂肪が落ちるみたいな感じになったのかなと思っています。マラソン走ると体重減るんじゃないかって思う人たくさんいると思うんですけど、もちろん減る人もいれば、私は直後とかは体重が増えます。これなぜかっていうと筋肉とかが傷ついて、でそこを修復するために体が水分を結構取り込むんですね。なのでその水分量が増えて体重が増えるみたいなことが結構あります。前とか走った翌日もうね、足が象の足のようにパンパンに腫れたりとかしてっていうので結構むくんだりとかすごいするんですけど、2、3日経つとね、なんかそんな水飲んでないのにめちゃくちゃトイレの回数増えて、それでもう水分一気にバーって抜けて突然体重が1キロくらい落ちるみたいなことがありました。体って不思議だなって改めて思うんですけれども、まあ、マラソンを走ったからといってすぐに痩せるというわけではないっていうのは改めてお伝えしたいと思います。タイムに関してなんですが、やっぱ疲労が残るのでその分タイムは良くはなりませんでした。ランニングチームの仲間では2週連続で走って2回目の方がいいタイムだったっていう方もいるんですけれども、私に関してはだんだん悪くなって、大阪が5時間切り、東京が6時間切り、名古屋が6時間超えっていう感じでかなりタイムが悪化しました。多分普段から300、400とか走っていればもしかしたら良くなる人もいるのかもしれないんですけれども、私は多くても200キロ、平均だいたい150とかなので月あたりが、やっぱり体がそれだけ走るっていうところにまだ耐えきれていないっていうのもあって、疲労が抜けないであったりとか節々が痛む、あとはまあ筋肉がそれに追いついていないみたいなところもあってタイムが伸びなかったんだろうなっていうのは思います。普通ね、プロの選手ですら数ヶ月空けるのに、一般市民ランナーがそんな走るべきではないっていうのは重々承知の上で走ったんですけれども、やっぱり案の定タイムは出ませんでした。これまで3週連続走って悪かったことばかり話してきたんですけれども、逆に良かったこともいくつかあって、まずはですね、メンタルがめちゃくちゃ鍛えられました。3週連続何時間も走るので、だいたい私って30キロ前後でああもう辛いなって思うんですけど、もうなんか30キロくらいになるともうあとたった10キロじゃんみたいな感じで結構ポジティブに変換できるようになって、ロング走苦手だったんですけど、なんかこれから結構こなせるんじゃないかなというふうに思っています。せっかく3週連続 42.195キロも走ったので、これをね3週連続のロング走っていうふうに捉えて、まあ、しばらく休息挟んでからまたしっかりスピード練習とかしたいなと思っています。あとは炭水化物を取れるっていうのがめちゃくちゃ嬉しかったです。私結構太りやすいタイプで、夜とかなるべく炭水化物減らしたり抜いたりしているんですけれども、もう積極的に白米たくさん食べたりとか、そういうのができたのがすごく嬉しかったです。あと和菓子とか、まあ、甘いものとかも気にせずに食べれたのは一つ嬉しいことかなと思いました。あとはですね、周りにすごいってめちゃくちゃ褒められるんですね。これが一番嬉しいなと思っていて、まあ、私としてはもう本当にただただ3週連続で走っただけっていう風に思ってしまうんですけれども、周りの方からすごくもうよく頑張ったねとか言っていただけて、あ、なんか自分ってすごいことできたんだなっていうので、こう自己肯定感が上がるというか、なんかすごい偉業を達成したような気分になれるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいなと思っています。確かに当半目3週連続制覇ってあまりないと思うので、ただでさえ東京当たらないですし、名古屋も女性しか走れないので、こういう経験をしている人ほとんど日本にいないんじゃないかなと思っているので、すごいいい経験ができたなと思っています。まずいいところなんですけれども、もうとにかく応援が途切れないっていうのがすごく走る側としてポジティブに走れるし楽しいので、めちゃくちゃいいところだなと思っています。あと地方マラソンだとやっぱりエキスポみたいなのがないところが多くて、まあ都市型だと前日にエントリーかつエキスポっていうのがあって、まあ、それですごくお祭り気分を楽しみながら、そして翌日さらにお祭り本番っていう感じで楽しめるっていう、こう2段階に分けて楽しみがあるっていうのも魅力の一つかなと思っています。あとはですね、冒頭にお見せしたように完走した時のメダルとか、あと品物がすごく豪華なんですね。だからそれもすごく走るモチベになるんじゃないかなと思いますし、あとはやっぱりみんながこの大会を知っている
ので、この大会を走ったんだ、完走したんだっていうので、あ、すごいねって周りに言ってもらえるのも嬉しいなと思います。あとはコースを走りながら観光をできるっていうのも魅力かなと思います。もちろん地方のマラソンも走りながら観光をするコースっていうのはたくさんあるんですけれども、やっぱり地方だとどうしてもその大型でこう道路の閉鎖ができないとかがあって、まあ、小道を走ったりとか、本当にどこ走ってんだ、ここ畑の真ん中だぞみたいなところとかがあったりするんですが、あの都市型のマラソンだと終始本当に街中を走れるので、まあ、特にね東京とかだと銀座のど真ん中走れたりするのが本当にもう一生に何度あるのかこの経験っていうくらい貴重な経験ができるので、それも魅力の一つかなと思っています。ただやっぱりデメリットとしては、参加者がたくさんいる分混雑がものすごいっていうところで、前日のエキスポしかり、当日もですね、スタート前の混雑もそうですし、あとはトイレの待ち時間とかもすごく長くて、やっぱり途中でトイレ行ったりとかすると10分単位でロスをしたりとかっていうのがあったりするので、そこはデメリットの一つかなと思います。あともう一つがね、参加費が高いんですよ。もういくらだ、だいたい2万とかですかね、結構かかるんですよ。かつ東京は家が近いので良かったんですけれども、名古屋大阪に関しては移動代とか、あとホテルの費用とかもかかったので、相当お金が飛んでいきました。なのでそういうね、お金かかったりとかっていうのもあるので、楽しい分ねちょっとかかってしまうなっていうのはありますね。まあとはいえね、魅力たくさんなので、ぜひぜひ都市型のマラソンを走ってほしいなと思います。はい、こんな感じで、まあ、3週連続走った感想などをお伝えさせていただきましたが、まあ、今シーズンはマラソンも終わりとなりまして、ちょっと休んでからまた来シーズンに向けて調整をしていきたいなと思っております。本当に来シーズンこそいい加減記録を出さないとなと思っているので、もう口だけじゃなくてちゃんとあの行動で示して、来シーズンはねいい報告ができるように頑張りたいと思います。ただあのどの大会に出るかっていうのはまだ決めていないので、また大会が決まったらあのそれに向けてね練習しつつ頑張りたいと思います。皆さんもこれからオフに入る方多いと思うんですけれども、まずはあの休む時しっかり体を休めて、そして走りたくなったらまた走り出してっていう感じで一緒に頑張っていきましょう。はい、この動画がいいねと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。